どうも、こなまるです。きたろです。今日は第5話の第1回順位発表式の順位感想をやっていきます。まあ、最後に順位いっぱいバーって出たけど、今日は生存のボーダーラインの52位が入ったところの画像から見ていきたいと思います。じゃあ早速ね、43位から59位がこちらです。で、今回の生存ボーダーが52位で、チョン・イチャンくんがね生存ということで、なんか5話のさ、ハイライトで言ったら、やっぱりユウキくんとか、シュインハオさんとかがなんかこう3人でさ立ってっていうところが、めっちゃプルじゃんってなったよね。いや、そうだね。いやー、ここなんか切なかったわね。わかるわかる。59位のさ、ミンさんとかは、ケーグルのさ、キルディスラブの方だったんだけど、なんかさ、ああいうさ、彼っていうよりは、今回のさ、順位発表がグループごとって感じだったから、どうしても明らかに上位陣と、多分そうじゃないだろうなっていう方、なんか、しかもそうじゃない方が一人とかっていうパターン結構あったじゃん。うん。脱落かもなっていう人と、残ってるのが上位みたいな、あったから、なんかあれね、しんどかったよね、見ててね。そうだね。なんかね、そうだよ。だって本人気づくもんね。いや、そうなん。気づくよね、みたいなやつ。うん、そうなん。うん、そうなん。明らか他の残ってる人だと違うな、俺、みたいなさ。自分だったら多分分かると思うから。うん。あの辺がちょっとね、辛いとこであったよね。いや、そうなん。てか、なんなら、その上位陣もいないグループ、上位陣もいなかったステージのグループの場合はさ、なんか、よりさ、ポツン感が出ちゃって、なかなかそれも見た目的に結構えぐいよね。うん、うん、確かに。そら結構ね、12位から呼ばれてく人がほとんどバーっていなくなっちゃってって感じだもんね。うん、いや、そうなん。なんかそれはね、ちょっと思い出してしまったわ少し。あとは個人的にはやっぱりゴヌクと仲いいイーファギさんなんかそうね、なんかすごい仲良くておもろいなと思っとるんやけど、いつも、うんうん、なんか分け隔てなく接する感じがすごいいいよねそうだね。あとは47位のユンソくんはやっぱりベクドア K で、そう、僕のチームだから待ってた待ってた、言うかなと思ったけど、やっぱり言ってくれてすごい嬉しかった今そう、もう仲間だからさ僕のチームだから、よ、なんか残ってよかったけどさ、58位のさ、あれだよね、ミンソン君はさ、ミンソン君僕のチームでしょ。ミンソン君も僕のチームなん。そうだよね。あー、みそやー、みそがーみたいなやつよね。そうだから、ミンソン君だけがね、ちょっとベクドア系ではね、うんうん、残念ながら落ちちゃったんだけど、そうだから、その思いも背負ってユンソン君残ってくれたから。いや、そうだね。うん、うんうん、あと個人的にはさ、43位のウムティさん、ジーグルのラミライのセンターだった子、キリングパートだった子だよね。うんうんうん。まあ、個人的にはさ、何よりも最近だったら入場シーン、順位発表式の入場シーンで、フイさんと一緒に入ってきて、イーフェテクさんと入ってきて、ウムティ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 みたいなやつやっとったかも、ね、そうだ、印象的。でもここら辺さ、まだボーダー、次のボーダーは出てなかったよね。私まだコマドで見た後、その後見返してないから分かってないんだけど、最後の方。あー、多分特に発表されてないかも。多分そうだよね。で、多分次35位とか30位ぐらいじゃないかなと思うから、結構リアルな話すると、こっからさらに上がんないとっていう感じじゃん。そうだね。確実に次はここはもうね、生存圏内じゃなくなると思うもんね。うん、だからどう残ってくみたいな、誰が残ってくっていうところが今度は、うん、うん、ね。しかも正直やっぱコンセプト評価ぐらいまでが、クリエーションミッションかコンセプト評価っていう名前のところまでは花形だから、やっぱそこまでは行きたいっていう人は絶対多いじゃん。そうだね。あそこ残ると割とね、結構次にもつながると思うし、うん、うん、やっぱ見てもらうのもぐっと増えるからね。ね、いや、そうなん、そうなん。じゃあ次ね、26位から42位がこちらです。結構、あ、この子かっていう子がやっぱ増えてきたわ、個人的には。うんうん、そうだね。あ、個人的にはさ、38位の、あ、僕のチームの方じゃん、君のチームの方よ。あ、そう、ジョンくんね。そう、ジョンくんマジでよかったねいや、マジでほんと安心した。いや、なんかさ、ジョンくんさ、練習期間そんな長くないんだね。あーって言うよね。そう、なんか発表の仕方の時にさ、2年未満でみたいなさ、こと言ってて、練習期間が、うんうんうん、えみたいな。それであんなさ、なんかすごいセンターみたいな、キリングパートやっとったなと思ってね。そうなん、そうなん。しかも私、そのジョンくんがそもそももともと何位だったかっていうのを知らなくて、順位発表式見たんよ。うんうんうん。そしたらさ、マジで60何位で、最初見た時、ええみたいな、なんかあれ、もしかしてこれやばいやつなんかなと思って見とったんよ。そうだね。そう、67位からだね。そう、でもよかったね。うん、いや、本当に
だから多分あのチームだったからこそみたいなとこはあるかもね。いやほんとそうだね。しかも、うん、そのキリングパートになれたっていうのもめっちゃでかいと思う、うん、だって結構そうそうたる人気メンバーがいるチームじゃんあそこ、うん、そうだね言ってしまえば。でなんならでもそれでそのキリングパート担当したとしてもなんか正直そのステージングが良くなかったらなんかやっぱあの人が良かったじゃんみたいな声も上がるだろうしなんか結局票がこう投票集中しないっていうかその人にっていうことあると思うんだけど、いやちゃんとさマジでいいステージだったから。だってさあんなジョーンさんさなんかバーンってやってさなんか手をさバーンってやった時にめちゃくちゃ震わせるじゃんそうだねなんかドラみたいな叩いた時にさブーンってなんか伝ってきたみたいなさ振動がなんかあれとかの力強さとかすごいなと思っとったんよ。なんか見せ場みたいなのがすごくて表情もいいし。そうね、よかったねと思って。ねえ、いや本当よ。だってマジでそれでいて、まあ、ステージも良かったしやっぱスチューム M 化につながってるから、うん、いやなんか本当変わったよね運命が。いや変わった変わった。しかもなんか集中したとしたら票が彼が3話か4話で、うん、多分4話の方が集中するじゃん彼の場合ステージが良かったからなんせ、うんうんうん、まあ、3話でちょっと練習風景があったっけな。なんかもしあったらそこでも褒められてたと思うからあったかもしれんけど、でもその4話で多分一気に集中したんかなと思ったらギュンっていったような気がするよね、うん、そもそも。いやそうだね、確かに確かに。ステージの疲労的には、番組の疲労的にはねちょっと不利だったもんね。うんうん、しかもその投票締め切った後にスチームとか M 化とか出てるから、うん、彼めっちゃもっと上がると思う。めっちゃか分からないけどちょっと上がるとは思う。なるほどね、確かに確かに。だってなんか見た時になんかこんな肌綺麗だったっけと思ってさなんか急にジョンさんかっこよく見え、よりね、よりかっこよく見えてきてジョンさんこんな美しかったみたいな。ていうかなんかすごい雰囲気めっちゃあるよね。なんかなんかもうデビューしたなんか佇まいっていうかさ、苦労とかあるよね。ある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 。うん、すごいよね、なんか不思議だよね彼ね。うん、あとちょっと触れにくいかもしれんけど、37のクリスティアンのさスピーチがちょっと切なかったんだけど、私だけ切なかったよね。あ、切なかったね。悪いクリスティアンですみたいなところを言って、うん、なんかうわわーみたいな、切ねーみたいな。そうだね、なんかああいう編集がね、なんか M 音の嫌なとこだよね言ってしまえば。うーん、そうだね、なんかあそうだね、それ放送しちゃうんだみたいなね。なんかちょっとガルプラの時もああいうのあったよなっていう気持ちにもなったし、うんうん、サイビーンちゃんとかかな、なんかそういう、なんかそれが切なかったのと、あとは、あとほら、29のズーハオ。ズーハオ。ズーハオ、私らさ、めっちゃさ、順位予想でさ、結構上げとったんに、その、上がったけど、10位ぐらい上がったよね、確かね。そう、2話終わりが38位だったから、うん、上がってはいるんだけど、そう、なんかズーハオはこんなもんじゃないっていうさ、うちらの気持ちがさ抑えられんよね、うん、いやそうな、全然。てかなんならもともと1話終わりが29位だったから戻ったんよね。うんうんうん、いや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 、彼こんなもんじゃないからみたいなわかる。いやそうなんよねえ。まあでも結構ダンスバトルとかでも活躍してたし見せてくれてたから、うんうん、まあ全然上がるとは思うんだけど、うん、ねえ、お願いだから、お願いだからもっと上がってたね。そう、分量お願いって感じで、次が、で次が10位から25位、こちらです。いや、いよいよめちゃくちゃ上位って感じするわ。そうだね、もうここさ、ほらアンダーガールズだからいやアンダーガールズわかるマジで AKB オタクしかおらんがよそう、え結構一人ずつ言えるよマジで。うん、そうだね。じゃあ先にキムテレさんどうぞ僕のチームのキムテレ、僕のチームってかもう僕のキムテレいやそうだよね、ね、僕のキムテレだね、根っこやって、まあ、根っこや、そうだね、ピミや。いやまあ全体感想でも言ったけどね、まあこんなもんじゃないっていうのもありつつ、でも今の時点ではまあ良かったかなっていう順位。いやそうだね、うん、キムテレさん絶対さ次のポジションのやつさ、まあ、キータさんなんか珍しくスポ調べてるっぽいじゃん珍しスポ苦手な僕がもう調べちゃったそう、それハマっとるやつなんよみたいなで多分だけどボーカルなんでしょ。うんだと思う、なんかインフィニットの曲。うんうんうん、なんかすごいいいパートだといいね。ね、なんか結構バラードだとすごい見せれるんじゃないかな彼の魅力がって思ってたけど、まあ多分曲的には明るめの曲だから、うんうん、まあどうなるか分かんないんだけど、まあでも結構なんかハマればめちゃくちゃすごいことになりそうな感じ。うん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 、でもなんかそのなんだろう、 K-POP っ
ぽいよね。キムテレシさんって K-POP っぽいよね。そうだね。なんかさ、いやそう、ダンスもできるから、その、うんうんうん、ベクドアの時すごいバランスめちゃくちゃいいって感じしたんよね。あー、確かに確かに。そうそうそう、もちろん歌がベースでさいいってなるけど、ダンスももちろんさ動きもかっこいいから、めちゃくちゃ K-POP の人じゃんってなっとるわ、うん、私の中で。うん、ありがとう。僕のキムテレだからありがとうが出てくるね、やっぱり。そうそうそう、まあ、あとはね、3話から急に上がったといえば、まずは22位のパクハンビンさん。いや、私最初からもう最初から言っとったから、パクハンビンもっと上じゃないみたいなこと言ってたじゃん。そうだね。てか本当だって俺全然パクハンビンが何かわからん時からなんか投票してて、いいよとかって言ってたもんね、うん、そう、うん、来た来とると思って、この波は。うんうんうん、いやそうだね。なんなら30何位は1話2話もうだったんよ。なんかあんまりこう変動なくて。そうだね、34位36位だわ。そう、下がっとって、でも多分まあかな、いやでもいろいろな要素なんだろうね。なんか分からんけどめっちゃ上がったよね、うん、結局分からんけど上がったよね。あとやっぱキムテレ推し的にはやっぱパクハンビンとのケミも激アツだから。そうだよね、同じ事務所だし。そう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 、ちょっとね一緒にって思っちゃう部分もあるからね。そうだね、遭遇情報で大体横に寄るもんで、ね、キムテレとね。いやそう、なんか腰にテーマしとるからさ。え、マジで。なんそれ。ねえ、あとちなみにさ、ゴヌクはさ、あの遭遇したらあのハート作ってくれるけど。そうね、パクハンビンは遭遇したらグータッチしてくれるから。あー、そう、あれさ結構リアコっぽいよね。いやそう、なんかニコニコっとしながらハート、あ、これゴヌクだった。チョンってやるじゃん。グーを。そう、わかる、あれいいよね。あれいいよ。いや個人的には結構その、そうなんか良さそう、人気出そうな感じの雰囲気醸し出してるなっていう気がする。あとさ、23位のさ、うん、ムンジョンヒョンか、ムンジョンヒョンさんさ、うん、めちゃくちゃカンダゲルに似てない。マジで。もうずっとなんかうちらさ、あんま収録じゃない時結構言ってるよね。いやそう、え、今回超似てると思って。うん、思う思う。なんか髪染めたからね、ピンクにしたら多分カンダゲルだよ。わかるわかる、その犬っぽさというか笑顔のね。うんうん、うん、すごい。なんか最初にダニエルって言われとったけど、もっとダニエルって M N の編集してもいいんじゃないかぐらいに思っとるから。まあまあ、でもあんまり似すぎてるのは失礼かな。でも韓国の人のなんか習慣かわかんないんだけど、知り合ってちょっと仲良くなりたいなと思った時って、その人、うん、なんかその仲良くなりたいなと思った人に対して誰々さんに、まあ、俳優とかね、女優さんとか誰々さんに似てますねっていうのがなんかいいことらしいんよ。あ、そうなんだ。なんかさ、最近の日本の風潮だとあんま似てるっていうのは失礼みたいな感じになってるけど、そうじゃない感じらしくて、うん、うんうんうん、だからカン・ダゲルに似てるってのはいいことなんかもしれん。そう、褒め言葉だよきっと。でもよく言うよね、あの誰々に似てるとかさ、よく言うもんね。あ、思う。てかプリュ系って結構そうじゃない、なんか今までのさスターに当てはめたりすること多いよね。そうそう、パクソジュンのなんか普及型とかさ、なんかそういう字幕とか見て、え、すごい、どういうことってなったんだけど。うん、わかるわかる、何々の何々みたいなあるよね。そう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 、だからいいことなんかねきっとね。うん、あと17位のユ・スンオンさんかな、彼も上がったよね。上がった上がった。え、てかさ、ウィーファーって全員残っとるよ確か。強っ。そう、 K も G も4人とも、だから計8人全員残っとるの確か。あ、そうなん。だからスタシーみたいなもんな、マジで。そうやの。あの頃のスタシー、あの頃のスタシーみたいになっとるんよ。うん、いやでもユン・ソン君だ、そうよかった、俺結構投票してたもんね。いやそう、うん、よかったもんね。よかったよかった。そう、めちゃくちゃあの韓国人気強そうって思いながら見とるから彼。うん、うんうん、そういう視点だよねこなまる結構。そうそうそう、パク・ハンビンもそうだし、あとさっき言った23位のムン・ジョンヒョンさんもそうだと思う。あとハルト君は、ハルト君も上がったよね確か。上がった上がったね、よかったね、うん、なんかやっぱ今回もすごいね、分量っていうかなんかやっぱうまいよね、なんかさガヤみたいなのも。いやうまい、なんか結構いろんなさ練習生と絡むしね、なんか結構見せ場っていうか番組的にも結構ピックアップされることが多いよね。なんかさ、最近知ったハルト情報だと、まあ、彼あの黄色の制服のからし高校かな卒業したいの最近、うん、うんうんうん、でなんかその卒業の時に
誰かに撮られた写真見たんだけど、なんか多分プールの投票期間だからか、自分のさ、うん、Mネットプラスのさ、開いた画像スマホ持ちながら写真撮られとってなんか投票してくださいみたいなアピールしとってめっちゃおもろい。やば、めっちゃすごい。あ、じゃあちょうど最近だったってことだ、卒業。うん、そうだと思う。あ、そうなんだ。いいね、なんかユーモアあるね。なんか結構面白いよね。なんか素で面白い方なんだろうね、きっとね。うん、てか今調べたら一瞬で出てきたわ。ね、でしょ。最高。ハルトマジおもろいよね。おもろいね。うん、あとさ、その15位のさ、タクト君とさ横に座ってたから、なんかちょっと日本語で珍しくお話ししてたじゃん、2人で。うんうんうん、そうね。そう、なんかそこに座りたいね、頑張ろうみたいな、はいみたいな、タクトがはいって言って終わるやつ。そう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 。ここ癒しゾーンなの。あとは19位アントニーとかさ、21位ヒロト君とか、うん、やっぱこの辺はさ、やっぱ我々的にはもうさ残ってほしい人たちだから、やっぱ、うん、このラインちょっと下がったけどさ、2人とも、うん、なんかここにいてくれてよかったなっていうのもある。いや、そうだね。あと、そうだ、忘れてたけど、すごい上がったなって思ったのクムジュンギョンもだよね。うん、萌え萌えキュンも萌え萌えキュンも豊永拓人も全部日本語なんけ。確かに豊永クムジュンギョンか。そう、うん、いやでもよく考えればさ、豊永クムジュンギョンって意味わからんくない？マジで全然意味わからんよ。だって名字と名字下の名前でしょ、フルネームでしょ、意味わかんない。そう、そう、ただの語呂の話。あ、でやっぱ最後は10位のパクゴヌクさん、なんかゴヌク触れんやけみたいな気持ちで、だから使命感すごいんだけど最近私ゴヌク触れるぞ絶対みたいななんか感じる、そういうの。なんかちなみにさ、5話でさ、ゴヌクさ、なんかファルファルのチーム K と G 並んだ時に、うん、ここは多くても2人ぐらいしか残んないよねみたいな、あ、こんなこと言ったらダメだったよねっていうゴヌクがやめてあげてってなった。あった、そうだね。ゴヌクすごい素直じゃんって思ったもん。ねえ、それ口に出しちゃいけんやつだよね。ファギさん超苦笑いしてた気がするよ確か。なんかゴヌクの場合なんかちょっとライトな感じに捉えられるの、すごいいいよね。うん、確かにこれがさ結構なね編集の感じだったらさ、もしかしたらちょっと悪い風に映ることもあるけど、あのゴヌク結構さらっとしてたよね。そう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 、うん、あ、てかさ、そういうさガヤ的なやつで言ったらさ、もう今回日本語で結構さ飛び交ってきてたじゃん、そういうガヤ的なボソボソのやつ。あ、わかるわかるわかる。あれなんかちょっとリアルすぎて私嫌だったんだけど気のせい。っていうかさ、あれマジオタクだったよね、あれオタクと一緒の発言だったよね。そう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 、いやなんかすごい、そう、誰が言っとったか分からんけど、とりあえず日本語だったんだけど、多分落ちた方だと思うんだけど、9位候補で選ばれた J とゴヌクとテレが出た時かな、いやなんか J とゴヌクってベネフィットもらってないよねとか言って、もらってないのにあそこなんかよ、えぐーとか言って、なんかそういうの言ってる人ってあったよね。そう、えぐーみたいな、いやいや、それさ君らも練習生でしょと思って、なんかオタクみたいな発言しとって。わかる。なんかガヤがね、マジなんかテレビの前の発言だったよね結構。いや、そうなん、それちょっとヒヤッとしたよね。なんかわかる、正直ヒヤッとした。うん、あと何だったっけ、あと誰だったかな、もう椅子に座っとる人か脱落した方かわかんないけど、なんかハンビンとマシューが出てきた時に、いやなんか俺らが勝手にハンビン君が1位と思ってるだけかもしれないみたいな、マシュー君かもしれないとか、なんか普通になんか視聴者みたいな発言しとって。わかる、なんか今までってさ、そんな日本語がさ、こうプル系列で飛び交うことがやっぱなかったじゃん、特に男性だと初めてっていうかさ。あー、そうね、うん、リアルすぎんかみたいななんかね、なんかね、韓国語だったら多分さ、まだ多分聞けてたやつが日本語だからストレートに入ってくるからさ、なんかニュアンスとかもすごいわかるからね、なんかやめてっていうのが結構あった。あー、そうだ、確かに日本語だからストレートに入ってきたのも確かにあるね。だし日プは逆にそこまでがっつりこう視聴者感あるような発言はなかったから、多分あれはやっぱ意識ちゃんとしてたんだろうね。そうだね。もう順位関係なくなったけど、じゃあ次ね、最後1位から9位、まあ、いわゆるデビュー組こちらです。いやー、華々しいねやっぱり。いやー、ここはもうすごい顔ぶれよねー。まあなんかうちらの最初のさ大きい感想の動画でも言ったけど、まあ1位2位が親友ケミがやってるっていうのが、まあすごかったなーっていう。そんなことあるんだねっていう。なんかキューブでさ、絶対さあれだよね、多分同じようなタジと同じような理由だと思うけど、なんか上の人が変わったからデビュー組っていうか、デビューの準備してたけど解散だったっていう感じだったじゃん、うん、
えってかやっぱそしたら今なんかやっぱタジと一緒だったんやっぱり。じゃあでもタイミング的にさもしかしたらそうかもしれんね。いやでもそんな感じだと思う。だってマシュメっていう帰ろうか迷っとったけど多分こうハンビンが引き止めてっぽかったじゃん。うんね、それで多分や違う事務所入ってっていうなんか1、2、3年 1,2 年って思ったらなんかぽいよね。ぽいそうだね。ちょっとみんなデビューして絶対ステージで共演して。しかも CJ 系列だからさどっちも。そうだね。やば結婚ママありえるね。ありえる。やばい今ちょっとさ泣きそうだったんだけど勝手に。なんか頑張ってたらそうやって世界またつながっていくんだなと思うとなんかグッとくるね。もう泣きそうな鼻赤いから聞いたらさ今。もう大好きだからそういうストーリー。いやすごいねこの 1,、うん、2の1位2位のケミも熱いのにね、うんまあ、あとジーグルのケイタとジェイが、まあ、特にケイタかな3話では順位ケイタはここまで上じゃなかったじゃん。うんうん2話終わりではね。そう2話終わりだと多分ちょっと下ぐらいの感じだったよね。あのデビュー圏内からちょっと下みたいな。そうだね14位かな。14位から8位ってめっちゃすごない？ね上がったよね。だって14位からさ8位ってさすごいよね同じこと。いやそうだってこの辺もマジ熾烈だからさ結構強い人の中でうんこれだけ上げれるってすごいよね。まあなんかやっぱケイタは貢献度も高いしそもそも、うん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 、そのグループに対しての貢献度も高いしなんかやっぱりなんかさあの定点でさエムネットプラスでさ各チーム選んでずっと定点で1時間ぐらい音声なしで見れますよみたいなあったじゃん。うんうんうん、まあ、ちょっとあれの情報かわかんないんだけどなんかまとめてた人がやっぱケイタ教えてるんだみたいなとこ言ってる人いたからそれだったんかちょっと違うかもしれんけど、うん、なんかやっぱそういうのもやっぱああやって教えてるんだっていうのも知るとよりねうんグッとくるよね。なるほどね。だからひーちゃんが iPad 持って率先して教えてるみたいな。そういうのめっちゃ大事だからね。かもあれもさまたすごい強いチームだったよねひーちゃんもねそもそも、うん、いや結構強いとこだったと思う。だって、うん、アンユジンとかに教えてなかったなんならウォンギョンだったっけ。ノムノムノムだもんね。だったよね確かね。うん確かそう、うん、そうそうそう。だからそういうアベンジャーズチームで活躍するっていうのはやっぱすごい大切だからさケイタやっぱそれだったんだろうね。でもさちょっと戻すけどさ話メッテュさなんか私はそこまで心配しなかったんだけど意外と言われてんのがハンビンとのケミ推しとかさなんかそういうので投票があるから、うん、ワンピックになったらちょっと弱いんじゃないかみたいなこと言われてたりするじゃん。どうしよう。ねえこれでもさ本当これはもう代々プリューでさもう言い伝えられるというかもう繰り返される歴史っていうかやっぱワンピック強い人がっていうのがやっぱどうしてもさ絶対条件だから、うんうん、ねえだからまあ、今はそういう人も多いかもしれないけどまだ放送あるしワンピックになるのって最後の1周だけだから投票ね、うん、だからそこまでにやっぱ増やしたいとこだよね。まあ多いと思うけど、そうだね、うんうんうん、やめて急に。いやいや大丈夫大丈夫。いやそれがなくても全然強いと思うんだけどね。だからでもほら何があるか分かんないのがこのプリュー系のとこだからね。やめてよ2位まで行ってさデビューしない。やめてよ本当に。いやデビューするから大丈夫。分からんけどね。まあ油断はできんよね結局どこもさどの界隈もやっぱ結局油断できんよね本当に。うん。あてかもう油断できる人多分なんならそうみんなできないからまだ今の段階では。うんうんうん。うんうん。だから本当ね怖いってか面白いけど。どうなんかねなんかさ2回目のさ順位になった時に本当にソンハンビンはそのまま1位なのかとかもどうなんだろうと思ってなりそうだけどもしかしたら違うのかなとも思うじゃん、うん、確かにね。どうなんかね。9票あったのが6票になって、まあ、その中でも3票減ってもちゃんと入れてるかどうかのことだもんね。うんうんうん、うん、どうだろうね。なんか特に最初はさやっぱピンナーあたりの時ね最初の頃であればあるほどやっぱあのナンピンナのさピナ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 ヨーがすごかったからさね、わかるわかる。あの時のインパクトもめっちゃ強かったから、うん、絶対ソンハンビンしか勝たんみたいな私も気持ちでおったんだけどもちろんさ、うん、そう放送通して好きなさすぎてびっくりはしてるんだけど先生だし、うん、ダンスもすごいしなんかね、うん、パーフェクトで大好きなんだけどでも他の練習生の魅力も知っていくことになるから放送通してねなんか強いしいいかなみたいな人たちが出てくると1位じゃなかったりするっていうパターンもなんかなくはないみたいな。確かにね。そっかやっぱ最初はあんまり練習生をさ知らない段階だとやっぱ目立つ人がさ目につきがちだから確かに入れる人も多いっていうのは確かにそれはあるね。
そうなん、え、そうなん、ね、でさやっぱり第1回順位発表式はさ全部の蓄積だったから最初からの、うん、結構な票数になってたじゃん。いやそう、でここでリセットされたらマジどうなるかだよね。いやそうなん、そうなんす、ポケモンでしょそれそのレベルだからね、キイタロさん合ってるみたいな感じかなそうそう、ポケモンってことしか知らんがで以上でね、今回は第1回順位発表式の順位見てってあだこうだ言ってたけど、でも1話から結構変わったね。まあもちろん3話からもだし、ねえ、いやー面白いねやっぱり順位は。うんね、残酷だけどやっぱどうしてもね。まあだからさ、次のボイプラの放送が楽しみだよね。そうだね